利用客が増える大型連休を前に、新潟海上保安部と佐渡汽船が合同で救助訓練に臨みました。訓練には新潟海上保安部の巡視艇3隻が参加しました。佐渡汽船のジェットフォイル銀河が沖合で航行できなくなった想定で乗客の救助に当たります。佐渡汽船をめぐっては3年前ジェットフォイルと大型の海洋生物が衝突し多数のけが人が出る事故が起きました。この事故を受けて行われるようになった合同訓練、巡視艇と航行できなくなったジェットフォイルをロープでつなぎ港まで牽引するまでの対応を確認しました。知床半島沖での観光船の事故を受け、新潟海上保安部は天候の確認や運航前の点検を徹底するよう運航事業者に呼びかけています。事故はですね、一瞬の気の緩みで、起こります。一方安全というのはですね、簡単に、できるものではありません。十分に、考慮してですね、事故なく運航していただきたいと。また大型連休中はレジャーなどで海の事故が多くなるため注意を呼びかけています。